どうも、バーンです。さて、今日はですね、こんなものをね、えー、切磋琢磨作っておりました。これと、これです。これ何をするものかというとですね、えー、ラジコン飛行機を運搬する箱を作っておりました。皆さんね、段ボール箱の大きさを変えるであるとか、段ボール箱の、えー、大きさがちょっと足りなくて、もうちょっと大きくしたいと。 うう時ってねどこれね、えー、ま,まあ、あのー、簡易的なやり方はいろいろあろうかと思うんですけども今日ねちょっと本格的と言いますかちょっとこだわった段ボール箱のリメイクをやっておりました、えー、こちらが本体用こちらが主翼用のね、えー、そういうような段、えー、ボール箱のリメイク ですでねいろんな気づきがありましたでねそれを今日はお伝えしていければと思いますまずね、えー、必要なもの必要なものなんですけども、えー、梱包用の OPP テープですねこういうあの透,透明のねピーっていつもにやるやつですねあのねガムテープはあのー、劣化したりするんでまああんまおすすめしないですね で、えー、おすすめなのは OPP テープって言いまして、100均いったらね、売ってますよ。これあのー、と、ね、OPP テープって言ってもね、あのー、手で切れるってやつはダメです。あのー、強度がありません。で、えー、この手のね、やつは、えー、もちろんラジコン飛行機の作成にも使ってるんですけどね、この辺表面コーティングしてるんですけども、えー、段ボールにこう、表面、こう、 密着したらでですすねねかななりの強度になるんです、ねえー、よくあの中国から発送されてくるやつでぐるぐる巻きにしてあるあれです OPP テープねでそれから段ボールですねそれからもう一つこれが欠かせなかったんですけどもグルーガンですねとあとグルースティックですあと必要なものは、えー、カッターナイフそれから定規それから えー、サインペンかマジック、ボールペンあたりですね。それから三角定規。あとそれから、えー、クリップとか、えー、洗濯バサミでもいいですね。あのー、えー、強力なあの、黒いクリップあるじゃないですか。書類フォルダーのでっかいやつとか。書類フォルダーのでっかいやつじゃない書類フォルダーを挟むでっかいクリップですね。えー、それであるとか。あとそれから、プチプチですね。えー、 ちょっとこれ今見せますけれどもね,、えー、ねこんな風にしたんですよこれね本体じゃないですかラジコン飛行機ので中はねこんなしてるんですよで干渉、えー、するところをこうやってねいろいろこうプチプチでね、えー、覆っておりますであと必要なったのは電卓かな <laughs> あのサイズとかね測ったりとかあ,あとそれからメジャーですねえっ、ー、と 必要でしたね。そんなとこかな必要なものあ、あと押しが必要でしたね。2ォーの角材とかがあったらね、あの、いいですね。あの、グルーガンでビャーってやって、その上から2ォーの角材をボンと置いたりとかね。やったら、えー、まあまあいい感じで圧着できましたね。まあでもね、あのー、段ボールのサイズ変更はね、思いのほか、 の、奥が深かったです。えっとね、よくありがちなのが、えー、こう、重ねてね、重ねて、えー、OPP テープで突き足すってやつ。あれはね、あんま良くないですね。というか、ダメです。重ねるときは、えー、グルーガンで接着するというようなね、えー、やり方がいいかと思います。ちょっとあのー、えー、これだとちょっと、あの、お見せするのもあれなんで、ちょっとね、 何とかしますはい一旦カットはい、えー、こちらがね本体の格納状況ですね、えー、干渉するとこにはプチプチをね貼っておりますあと工夫した点としては、えー、機体の下部のところに下部っていうのはあの、えー、この機体の下の方ですねところに、えー、まあ ダンボールの、ね、山を作ったりだとかそういうことをしましたですねでこの辺はグルーガンで、えー、接着してます、えー、それから OPP テープもね、えー、ところどころ使ってるんですけども、えーとね、大型はグルーガンですねでねこういうね長さが足りないところこれね重ねるよりも OPP テープでここで、えー、継ぎ足して えー、両面の段差をなくして、えー、接着した方がね、良かったですね。重ねるとね、どうしてもね、浮くんですよ。で、えー、重ねる場合は、あのー、ま、えー、グルーガンで接着できるんですけども、重ねるとね、誤差が生じるんですよ。段ボールってやっぱり、あのー、4ミリ、 これ4ミリかそこらくらいの厚みがあるじゃないですか、ここにね。で、誤差が生じるってことなんですよ。あんま良くないんですよね。でも、ほんまはね、この下、あの、延べ1枚の、えー、段ボールが欲しいんですけどもね、このサイズのね、段ボールはなかなか手に入らないんですよ。だからどうしても次足す必要があるわけですね。で、これなんか、ここと、ここで次足してるんですけども、次の部分は、こうね、 普通にこうやって、で、上下を、えー、OPP テープでやってるだけなんですよ。こうやって、こうやってね、OPP テープはね、うーんー、まあ、あのー、簡易的なやり方だったら、まあ、やりがちなんですけども、今でもそういう風にして、梱包とかやったことあるんですけどもね、あんま良くないですね。というわけで、えー、本体の箱はね、まあ、こんなんですね。でね、 えー、どういうふうにこう蓋をして、えー、運用しようかなとか、まあ、いろいろ考えたんですけども、まあ、ちょっとあのこういうねこういうようなやり方でね、えー、本体はやってみました、えー、次ね、えー、こちら主翼の方をちょっと説明します一旦カット、はいえー、こちらが主翼の方の箱なんですけれども、えー、主翼ってね こうなってこうなってこうなってるんですよだからあのねほんまこっち側から入れたらねえー、ダンボールの強度は高くできるんですけどもうーんちょっとねうんどうしようかなと思ったんですけれどもこうしましたえーねここが開きます、えー、こういう感じですねでここに緩衝材を えー、装着してですね。で、主翼は、えー、上側が下になります。えー、つまり機体側ですね。だから、こういうふうに反るようなね、そういうような入れ方にしています。で、まあ、上、上っちゅうか、こっからね、ズボズボズボって入れ入れるかなっていうふうにも思ったんですけども、えー、っとね、そうするとね、の、なんていうんですかね、取り出すときに、 えー、エルロンのサーボの線とか引っかかったりとかっていう懸念もあったりとかまああのこうやった方がまあなんとなくいいんじゃないかなと思ってねメンテナンス性もメンテナンス性というかあのこの箱のメンテナンス性がまあいいんじゃないかなというふうにね思いましたですねでえー、っとね工夫した点としてはですねこれですねこれねこんだけ長いとえー、っとね こうやったときに、ここの高さが、えー、っとね、きっちりないとたまむんですよ。なので、えー、下の方でその溜みをなくすために、ここの高さと、えー、これがね、ちゃんと合うようにしました。で、干渉剤もこことこことここに入れてると。ちょっとあの、白く持ってきますね。 主を入れた感感じじはこんな,感じになります、ね、でもうこれはねこんな感じで、えー、車とかにね積むとか、えー、キャリーカーに積んだりとかねできますねで、えー、ねこんだけ長くてやっぱりねこうこの,このたわみがね心配ではあるんですけれどもえー、とね縦の骨材がやっぱりあのー もうこんだけ走ってたらまあ大丈夫かなとは思うんですけどもね。はい。こんな感じで作ってみました。ただね、えー、こんだけのものを段ボール継ぎ足し継ぎ足しはね、いろいろ問題があって、えー、やっぱグルーガンでの接着、これがね、えー、重要になってきましたですね。結局は。グルーガンがないとなかなか強度がね、えー、保てなかったところです。はい。というわけで、 えーっとね。あとね、いろんな気づき方そうですね。他にも言わなあかんことある。えー、ね、段ボールって目があるんですよ。これだったらこっちにこう、目が走ってますよね。で、この方向には折りやすいんですよ。なんですけれども、えー、っとね、ここ折ってますでしょここ折ってるじゃないですか。この折り目に直角に対して折ってるじゃないですか。これね、この折り目つけるのは、 あの大変やなと思ったんですけどもえっ、ー、とねコツがありますねどうやんのか三角定規で、まあ、あのちょっとずつ手でねあのグイグイグイってやっていくんですけどもその前にまずね、えー、必ず、えー、下書きっていうかえっ、ー、とね線をねほらここにもありますでしょサインペンでピーってねこう描がくんですよでここで、えー、折るんだなっていうのをねちゃんと 適当にやらずに、きっちりやれば、できます。三角定規でね、こうグイグイグイってね、ちょっとずつやっていくんですよ。で、一辺ついた折り目のところは、えっ、ー、とねー、ちゃんと折れます。ただ、あの、微調整をね、するのがね、極めて難しいですね。例えば5ミリこっちに行きたいとか言った時に、折り目をね、これはね、ちょっともう、 ほとんどやり直しが効かないような状況になったりしますんでどう言ったんですかねちょっと説明しますねま三角定規がなかったらまこういう定規でもいいんですけどもこれをここにこうやってでちょっとずつこうこうこっちにこう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 折っていくんですよで定規がないとダメです定規でこう当てながらこうちょっとずつ折っていけば い、まあ、いけると思いますフリーハンドで折るとめちゃくちゃになります。はい、というわけで、ね、段ボールを継ぎ足して、えー、大きい段ボールを作るというねノウハウについていろいろグダグダと語ってみました。参考になれば幸いですではですはは